モスクワ放送、モスクワ放送は1993年まで存在したソビエト社会主義共和国連邦の公式国際放送局。後にロシアの声、ラジオスプートニクと名称を変えながら再編成された。前世紀にはソビエト連邦、東ヨーロッパ及びキューバの送信書を使用して70以上の言語で放送した。インターバルシグナルには 祖国の歌が使用されていた。モスクワ放送の最初の外国語放送は1929年10月29日に開始されたドイツ語であった。その後すぐに英語とフランス語の放送も開始された。以前は1922年に設置されたモスクワ地方の送信書 RV-1 で放送されていたが、1925年にはレニングラードの第二放送センターでも放送が、 始まった。1939年までに中派と短波を使用して英語、フランス語、インドネシア語、ドイツ語、イタリア語、アラビア語での放送が行われた。モスクワ放送は1930年代のアドルフ・ヒトラーの台頭に対する懸念を表明した。そしてイタリア語中派放送は特に1930年代後半に イタリアのベニート・ムッソリーニの命令によって妨害され、アメリカ合衆国向けには1950年初頭にモスクワ地方の送信所によって最初に放送が行われた。その後北たアメリカ西部向けにウラジオストクとマガダンに新たに建設された中継局が使用された。アフリカへの最初の放送は1950年代後半に英語とフランス語で行われた。 1961年に初めてアフリカの言語で放送が行われたアムハラ語、ツワヒリ語、ハウサ語。やがてアフリカの聴取者はさらに8つのアフリカの言語でモスクワ放送を聴取できるようになった。1963年に最初の集中型ニュースが放送され世界中の聴取者に働きかけた。冷戦時代のニュースや評論は米ソ関係に集中していた。 1970年代、モスクワ放送のコメンテーターの精鋭とされた者たちが、ニュースビューズというラジオ雑誌に登場した。この野心的な企画には、ビクトル・グラズノフ、レオニード・ラサディン、ユーリー・シャリギン、アレクサンダー・クシュニール、ユーリソルトン、ウラジスラ・フチェルヌカが参加した。その後何年にもわたって、この雑誌は、モスクワ放送の対外放送の主要な情報及び、 分析プログラムに成長した。1970年代後半に、英語放送は、ラジオモスクワワールドサービスと改名された。この企画は、モスクワ放送の長年のジャーナリストであり、支配人でもあるアレクサンダー・エフ・スタフィエフよって、開始、監督された。その後、北米サービス、アフリカサービス、さらには、英国、アイルランドサービス、すべて英語が、 通常24時間の英語のワールドサービスと並行して1日に数時間放送された。1980年の一時期にはカリブ海の当初やアメリカのフロリダ州向けにキューバのハバナから 600kHz、あと 2040kHz で中波放送を行った。モスクワ放送の短波放送はその送信出力、指向性、 到達距離の点でかつてないほど優れていた。1980年の最盛期には同じ番組が非常に過密であった、単波体で40の周波数で受信できたが、ソ連政府は無線周波数を国家機密とみなしていたため、完全な放送時間、周波数のスケジュールを発表することはなかった。1980年代に放送された番組の中で最も人気のあったものの一つは、 他のほとんどの番組とは対照的な非公式の演出によるもので著名なラジオ司会者によって主催されたリスナーリクエストクラブであった。モスクワ放送で始まったもう一つの人気番組はソビエト連邦についての聴取者の質問に英語で答えたモスクワメイルバグだった。1957年からは英語を使いこなしユーモアもあることで知られるがこの番組を担当した 1993年12月22日、ロシア連邦大統領、ボリス・エリツィンは、モスクワ放送を、ロシアの声という新しい名称に再編する政令を、交付した。モスクワ放送が、新しく設立されたコスタルラディオの管理下に入った1931年には、英語、フランス語、ドイツ語、チェコ語、ハンガリー語、イタリア語、 スペイン語、スウェーデン語の8つの言語で放送されていた。1970年までに64の言語で放送された。1989年にロシア語、マレー語、タガログ語を追加。ロシアソビエト連邦社会主義共和国以外の14の共和国のうち10の共和国では海外向け放送があった。1988年まで。 モスクワ放送にはロシア語放送はなかった。その代わりに、オール、ユニオンラジオ、1960年開始の第5放送や、ソビエト海外同胞文化委員会のラジオマザーランド、1963年から2001年、ブラジオストクの漁師向けのラジオパシフィック、ムルマンスクのラジオアトランティック、1965年から2004年、など、 在外ロシア人のための放送がいくつか存在していた。ソ連は、アワーズ8、8、1アンテナ、電気的に操作可能な8列8行の水平大ポールカーテンアンテナを、アワーズ12、6、1技術が西側で利用できるようになるずっと以前から、公式構成の短波放送に使用していた。アワーズ8、8、1カーテンアレイは重度の電波信号を生成し、 約 7000km 離れた目標地域に過長性の高い信号を送信することができた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。